そう、昨日はコンサートでした。そう、配信がね2日ぶりです、なんと。やっぱ朝に弱いのでちょっとできずじまいでした。ねえ、寂しいですよね、花さん。なんかねえ、なんか暑いな。もうね、昨日コンサートあって、コンサートありまして、なんか。もう見事に肌荒れになるので、そう、見事にね肌荒れしてるんです、肌が。やっぱ昨日一昨日ずっとしてたし、一昨日もメイクしてたし、リハもあったし、寝る時間もあんまなかったし、そうで、あの差し入れとかもねたくさん食べて、もう全部左頬よね、だって別に全部だよね。え、やっぱさ、コンサートだからさ、いつも以上にさ、ちょっとさね、カバー力ね高めで行こうとか思ったら、でもね、配信はなんか、配信はなんか、あの人も肌加工、肌が綺麗になる加工をしてるから、あんまだけど、でこことかね、まあ、これも配信ちょっと結構赤いんだよね、ここやばい。でもなので、でもこの前パックを大量に買ったんですね。そうだからちょっと頑張ります。でもこの前買ったパックがめっちゃ良かったのね。そう、めっちゃ良くて、なんかそのパックしてした時はあんま感じなかったんだけど、そのパックして起きた後に、パックして朝起きるじゃん、そう、夜パックして起きた時めっちゃ肌がすべすべで、めっちゃ肌がすべすべで、こんなに、そう、もうびっくりしちゃった。そうだからこのパックめっちゃいいじゃんと思って、今は結構肌荒れの時期なんで、私は頑張ってケアを頑張りたいところですけども、そう、買ったんだけど、でもね、なんかそのパックがもう1枚、
そうめっちゃ高い、1枚がめっちゃ高くて、でそれ4枚入りか1枚入りがあるんだけど、4枚入りだとちょっとだけね、そう変わるんだけど、でも言うて20円ぐらいで、あんまりねその頻度的には絶対使えない。何200、300ぐらいするのか。普通パックだと100円以下なのね。私が使ってるやつは、使ってるやつっていうか、まあ、結構有名なパックでも、有名でバズってるパックでもとかさ、そんな感じなんだけど、そうそうなんだけど、そうだから、でもめっちゃ良かった。やっぱ高いだけの効果ありました。ちょっと何位だったっけな、うん、私これからさパック何がいいって言われたらさ、絶対にパックがいいって言おうって思った。なんだかんだ、ね、パックってさ、まあでもそのさ人によってさ多分あると思うんだけどさ、合う合わないが、私は何でも使ってみたいタイプだから、なんだかんだね、ちょっとどれだっけな、パックをプレゼントする際には。でもさ、例えばさ、あのパック一緒に買いに行くとかだったらいいんじゃない。例えばパックは誕生日プレゼントで、パックって使うし、普通にそう使うから、女の子にプレゼントする人は意外と良かったりするのかもしれない。でもまあプレゼントとかはサプライズじゃない限り、一緒に選びに行ったらさ間違いないじゃん。そうとか、これが欲しいって言ってもらったものを買うと間違いがないわけじゃないですか、やっぱり。とか、あこの子よく使ってるなこのパックっていうのを、もし分かるな、それがねいいと思いますけど。そう1枚290円で4枚入りなのは270円くらいかな、272円くらい。あまり使えないよね。でもいいって聞いたから、やっぱコンサートとか大事な時に使うのがいいかなって思いましたね。そうそうそう、今日だって日にね、こんばんは。そうやっぱコンサートの前日とかかなとか。そうでもちょっとしばらく頑張ろうって思いました。髪の毛もね最近ちゃんと乾かしてるんです。なんか普通にパック、私はねいつもはあのお風呂上がったらね、まずお風呂上がる前に髪の毛を洗うじゃん。でその後さリンスするやん。でその後にタオルでこうやってタオルヘアバンドなんかがタオルでこうやってねこうやって包むんですよ髪の毛を。そうなんかタオルをこうやって
でこうやってタオルかぶせてこうやって巻くんですよ、タオルターバンって言って。でそれしたら、まあ、少し髪の毛の水が吸収されるから、そうこうやって畳んだったら表面だけでもね吸ってくれるので、ちょっと時短。あとは普通になんかゴムとかで結ぶとなんか痛みそうだけど、タオルで結ぶならいいかっていう理由で。でたあのそう水そうタオルこうやってやってることによって水が垂れ、普通にゴムでこうやって結んでるだけだったら水が垂れてくる場合もあるけど、まあ、これだったら垂れることもないよねって感じで私はずっとやってるんですよ。それをしてパックとかしてる間に外すんですよ。そうでこれを追いかさぶってあのこうやってターバンしてタオルターバンして、でその後に顔洗って体洗ってなんですよ。で体拭いてとかお風呂をぬくもってとか、でもその間に乾くからだよ。でパックとかしてる間にそう取って、そしたら、まあ、ちょっと自然乾燥ねちょっと自然乾燥なんだけど、ちょっと乾く、そうパックってし終わってパックがのベタつきとかなくなってからそう髪そう。でもなんでこの説明しだしたの。でもそうっていうのもそうだから髪短くなったし、すごくなんか乾かす時間も短縮できた気がしてて、そうだからめっちゃ髪切ってよかったなって思いました。そう最近は結構頑張って髪の毛は乾かしてます。ちゃんと乾かしたら寝癖もあんまつきにくいから大事だなって思います。そうそう私ね、そうなのよ、あのそう洗顔料シャンプー使わないのが一番髪も肌にもいい。でも私は少なからず絶対にシャンプーも乳液とかもやらないとボロボロになっちゃう、全てが。でもあとは私はでもちょっと今は頑張れてるけど、絶対もうあの髪の毛、私髪の毛乾かさずに寝ることとか、髪の毛を乾かさずに寝ることが結構多かったから、そうからね、なんかその時は結構寝癖がやばかった。ね、頑張りましょうか。めっちゃ赤いんだよね今肌が。そう寝癖になるんよ。でも私の唯一ちょっといいところっていうか、ちょっと恵まれたところは、あのまず髪がくせ毛じゃないんです私あんまり。家族全員結構くせ毛で、そうなんだろう
小さい頃はそんなことないけど、成長するにつれてさ、やっぱ思春期になるとさ、髪の毛に癖が出てきたりするじゃないですか。そういうテンパじゃなくてって感じなのね。私はなんなかったんですよ。みんなもうこのぐらいの年齢からなってるの、私は なんなかったんですよ。急に私だけ。だってお父さんもお母さんもテンパだったら、テンパじゃない、癖毛だったら、もうその子供なんだから、その遺伝子で子供も多分癖毛になっちゃうと思う。お兄ちゃんもね、ちょっとくるくるなんですよ、髪の毛が。私はね、運よくそうならずになれました。お兄ちゃんも癖毛だし、お母さんもお父さんも癖毛だけど、私は、わかんないけど、なんかあんまり癖な、でも広がりやすくはある。なんか要素持ちって感じ。そう、なんか癖毛に近いなんか感じ、うねりとか湿気が弱い、癖毛っぽい感じだけど、一応直毛。でも私多分ね、毛先の方はね、一回宿毛矯正、一回では何回かけたことあるから、なんかね、多分どっかは残ってるんだよね、ここら辺のどっかは。でもこうなもんなもんなんか、もうこれは私の生まれ持った髪の毛です、ここら辺は。DMM で希望のつぼみ公演初日の話が始まるねって、やばい。そうなんだ。この前なんか見たのよ、なんかメンバーには今日の公演の DMM と定点送ってもらえるんですね、マネージャーさんから。でそれをココッペとこの前お泊まりしてた時に、ちょっと見てみないみたいな、そう、見てみないってなったんよ。なんか初日どんな感じだったか見てみないってなって、見たけどもう恥ずかしくて見れなかったマジでやばい。あれなんかみんなでもめっちゃ頑張ってて、そう、めっちゃ頑張ってて、なんかもう自分じゃないと思ったらね、客観視、めっちゃ客観視ね、みんな頑張っててすごかった。初日だしもう気合い十分で、そう、でも割と最近だからまだ見れるけど、もう多分入って何ヶ月しか経ってないとかだったし絶対見れない。そう、でもあれ初日だったのかな、2年ぐらい経ったかな。やばいね、2年経ちました。そう、もう前半がとにかくきついんですよ、希望のつぼみ公演は。本当にやばい。なんかね、本当にやばい。まず、でもなんかあれだった。ワンハーフなんですよ。だいたい公演ってフルで、そう、フルでやるんだけど、大体こうはでもワンハーフでたまにフルがあるんですよ。そう、ワンハーフっていうのは2番の歌詞ない、コンサートとかと一緒の要領、フェスとかでやるやつと、わかるかな、ワンハーフって
なめんでって思われるかな。そう、一番だけのやつなんですけど、それなんでしょう、ほとんどでな、ユニットと初恋バタフライだけフルなんですね。そう、その他ワンハーフなんですけど、もうどの公演よりもめっちゃ疲れる。そう、どの公演よりもめっちゃ疲れて、もうワン・ツー・スリー・フォーよろしくの時点でもなんですね、私は。なのにその感じの曲が4曲、9番2、3、4よろしく、ゴーバナナ、チャンスの順番、高嶺のリンゴかな。めっちゃ疲れるんですよ。結構がっつり踊るので4曲とも。チャンスの順番来たって思ったら高嶺のリンゴが来るから、もう体力勝負。結構しかも中盤はまだそう、まあ、ユニットは多分あんまりどれもがっつりではない。でもワン・ツー・スリー・フォーは結構踊るから、で高嶺のリンゴとかもね、なんかたくさん踊ります。あの子結構辛いんです頑張ってましたみんなで。で脳幹とかもすっごい辛いね。なんかジャンプが結構あるから、ユニット3曲だけだったから、その残りあと1曲は7人全員でやるんですけど、その時は脳幹で、それももう結構ジャンプするんですよ。こうやってめっちゃジャンプするから、でジャンプもやっぱ高く上げないとだからね、頑張るんです。楽しかったけどね、めっちゃ。でも中盤も中盤で会いたくて嫌になる。だけどもうその後2曲がめっちゃ疲れるんです。つぼみたちと傾向と対策、恋の傾向と対策、恋の傾向と対策教えて、どんな、何もう忘れちゃった。そうで、あとはでもうなんといってもアンコール1曲目のアンコールもって辛いね。あれアンコールは根も葉もなんですよ。1曲目からチッ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 、そう根も葉もマジで疲れる。あれはでその後初恋バタフライで今が一番ねえ、早いなっていうのが、私たちが頑張ってた希望のつぼみ公演の配信が多分10月1日かなに DMM でまたやるらしいので、配信をされるらしいので、そうぜひ見てください。懐かしいなって思いながら、みんなの成長をね、みんなこんな今だったらこんなに変わったんだって マジでねえ、早いな。1年だってね、でもあんま期間長いことできなかったから2ヶ月間かな、3ヶ月かな。そう10、11、12だ、そう3ヶ月しかなかったから多分見に来れた人は少ないかもしれないんですけど、そうっ
ヶ月だったからね。でも楽しかったよね。やっぱ同期しかいないし、まあ、楽しくもあり大変でもありって感じだよね。鬼没後に関しては。こんばんは。でも5番は5番は昨日のコンサートでしたんですよ。そう、5番は昨日コンサートで昼の方で、そう、5番は知ってたんですけど、そう、なんか鬼没後でもしてたんですけど、鬼没後のはなんかオーディションの時の課題曲でもあったんですよね。ダンスの課題曲でもあったんですけど、で先生、あれ既存の振りじゃなくて先生が作ってくださった振りだったんですよね。鬼没後のバージョンは先生がオーディションに作ってくださったやつをまた鬼没後で戻るって感じで、既存の振りじゃなくて先生のオリジナル振り付けで、でもやっぱ昨日のはそう、サビがね地味に違うんです、あれ。そう、でもあの昨日はやっぱ既存の振り付けでちょっと間違えそうになっちゃいますね、あれは。やっぱね、違う方が染みついちゃってるから、本家のじゃないやつがね。えでも昼コンめっちゃ楽しかったよね。でもなんか文化祭コンサートっていう、やっぱな、なじゃな、ん？なだったじゃないですか。文化祭をテーマにしたコンサート、秋だからね。そうで、なんか私青空公演だったんですよ。そう。青空カフェ1曲目で、で結構長く続くから。なんかね、時間も結構たんまりとあったので客席に見に行って、もうね見ててすごかった。あの吸血鬼とかお化け屋敷ね、ダンスコンテストも楽しかったし、もう全部楽しくて、なんか見ててミスコンも良かったし、なんか天文部のメンバーがすごくふわふわして可愛かったし、プライオリティも、プライオリティの神子さんの写真めっちゃ流れてくる。結構好評ですよね。プライオリティ、そう、結構ね盛りだくさんで楽しかったんじゃないかと思われます。ね、バンドもすごかった。あれガチガチなバンドでめっちゃなんか文化祭っぽいよね。なんかすること文化祭っぽいことは全部できてましたよね。なんか私は文化祭を知らないのですが知らないのですが、味わえてよかったです、気分を。で、夜は花さんの卒業コンサートね、すごくね寂しいですよね。
そう、青空カフェはチャーハン、出店でチャーハンです。旗と、もともとあった旗と、なんかあの作ってくれたんですよね、看板も。それをなんかめっちゃ可愛くて、花さんが昨日も、昨日はもう一段と可愛くて綺麗で、やっぱなんか卒業アンコール入って、まあ花さんのソロで歌われて、その後にスピーチ歌って、なんか結構それまでは楽しい系の曲とか多かったから、なんか寂しさもまあ紛れてはいたんですけど、ね、やっぱ遠くにいてもとかさ、そういうしんみり系がさ来るとさ、すごくさね、めっちゃグンってきた。なんかね、チームも違ったし、関わりあんまなかった、花さん坂狩り公演が出られなかったので、そう、パジャドラと私はたまでも、ここでも私あんま出れたことなかったから、結局たぶん4回ぐらいしか出てないんじゃない、ここで。ね、活動する、でも本当に母さんって優しくてね、なんかもう会えないんだって思って寂しいですよね。よし、じゃあ終わろうかな、そうそう、55分になりましたので。13位、ヤシタンさんありがとうございます。12位、ジュンさんありがとうございます。11位、なっちゃんさんありがとうございます。10位、ステックさんありがとうございます。9位、カベチョロさんありがとうございます。8位、エントルさんありがとうございます。7位、ミロンクラゲさんありがとうございます。6位、ただの魚さんありがとうございます。5位、ムックさんありがとうございます。4位、しみしみさんありがとうございます。3位、ウラさんありがとうございます。2位、ちゃんとくさんありがとうございます。1位、リオダさんありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。あ、 YouTube 見ましょう。だってなんかトットオドチャンネルマシュガが上がってるので、そう、見てください。じゃあおやすみなさい。おやすみ。